Love. Oh, fantastic. とても美味しいにゃ。CM みたいな。CM みたいな。うわー、ダリンさん。ウェア。お前、嘘やん。どうも。エアグループでーす。はい。ちょっと2人がねもう自宅でゆっくりしてます、はい、今2人が、はいはいはい、そうなんですよ、はい、でまあ今回4人とまあ、うん、その代わりといってあれなんですけども、うん、ちょっとこちらの2人にゲストということで来ていただきました。おそれでは来てもらいましょう。2人お願いします。どうもどうも、ボーイズビーのリーダーの鷲見慎太郎です。小島より面白いです。ぜひもっと呼んでください。お願いします。しっかり売り込みに来てるな。最高やん。そっか、スミ君リーダーやねんな。はい。どうも、A グループの、佐野まさやです。佐野まさや、佐野まさや、佐野まさや、よう見てる。佐野まさや。それで聞いてる。絶対漏れてるね。佐野や。せいちゃんにとって逆効果、あれ佐野やから言い切るけど。今日はなんと、あの、ハーゲンダッツさんの全面協力企画です。わー、ありがとうございます。やばいやばい。普段食べるの結構。めちゃめちゃ食べるよ。食べるな。毎日って正直言われんけど、その1日今日頑張ったみたいな日に、あのハーゲンダッツを買うんですよ。ご褒美で。ご褒美な感じあるよな。そうそう。そして今回やる企画が、アイドル風決め台詞リレー。はい、4月26日から発売されます新しいフレーバーヘブンリーキャラメル、こちらの商品の魅力を一言 CM 風に撮影していきますと。おー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 、一人ずつアイスクリームを一口食べて、うん、アイドルらしい決め台詞で一言、それを6人リレーで行っていきます、はい、しかし一度使ったワード、これ似ている言葉も禁止。もちろん的外れのことを言ったりセリフを噛むのもアウト。6人で10周達成できたらクリア。いいやつ。なんと達成した先に豪華商品をプレゼントしてもらえる。おお、なんならもうこの企画自体プレゼントみたいなもんですからね。いやもうどこ見て言うてんの。もういい、全カメラ無視してこっち言うて。うわ、これすごい資料やな。この文字だけで食べたくなるもんな。すげえ。はい、うーん、あーちょっと待ってよ。どこの試験場やこれ。シビアやな。アイドル風決め台詞リレー1周目スタート。ハーゲンダッツからヘブンリーキャラメルが新発売。うん、口の中に広がる濃厚なキャラメルの味わいが最高です。さっきのはお客様の声です。この甘さ、あなたの心の片隅に。とても美味しいにゃ。かわいい。いいぞ、いろんなアイドルがいるぞ。いいぞ。いいね、アイドルいるよ。Oh, fantastic.一緒に食べてヘブンリーな気分にならない？ぜひ食べてみてね。よっ、やったー、やったー、やったー。なんか個性が出てよかったね。いや俺ただ2人目の時はヒヤッとしたよ。全部同じちゃってん。え、資料のお客様の声と全く一緒ちゃってん。あ、だからあれやわ、その人と俺同じ感性やわ。ほんまに全く一緒の感性。そのまま言ってた気がしたけど。でもこの調子でどんどんやっていきましょう。それではアイドル、ちょっと待ってください。どうした、おかわりください。マジで、おかわり。すいません、すいません。普通に楽しんでるやん。すいません。アイドル風決め台詞リレー第2週目、用意スタート。ハーゲンダッツからヘブンリーキャラメルが新発売。
これを食べると心が天使のように踊ってしまいます、うん、だよねまあまあまあ一旦進めてみましょうか。もうもうもう たまにはこの子に浮気してもいいんじゃない？すごい、いいね、すごいすごい、すみいいよ。隠し味のバニラが美味しいです。Amazing！スイートの香ばしさ、一緒にどう？ぜひ食べてみてね。よーし、いったな、完璧やったね。はい、すみませんすみません。割とでも一人目の人、あの言葉多いんや。何て言いましたっけ、ちなみに。これを食べると、心が天使のように踊ってしまいます。ほら心、天使、踊る。やっぱ厳しない、ちょっと待って、厳しない、それは。それでは、アイドル風決め台詞リレー3周目、用意スタート。ハーゲンダッツからヘブンディキャラメルが新発売。It's beautiful! いた、全然チームワークじゃない。あお、ビューティフルスイーティー。もう一回言って。ほら、何が？だって、まさからさっきスイート言ったんじゃん。スイートも言ったし、なんなら今一個前にビューティフルが出てる。そやん。え、え、え、なんて言いました？俺ビューティフルやで。いつビューティフル。俺ビューティフルスイーティーって言った。はい、さっきの一番最後と今の一番最初をつなげて。わそれでは気を取り直していきましょう、うん、アイドル風決め台詞リレー3周目、用意スタート。ハーゲンダッツからヘブンディーキャラメルが新発売。なんかハッピーな気分になっちゃうよね。キングオブアイス makes me happy。変わりますか？もう止まるもん、二人目で。このまま行ったらずっと。いや、そうやで。それでは、アイドル風決め台詞リレー3周目、用意スタート。ハーゲンダッツからヘブンディーキャラメルが新発売。ゼウスの迎えが来たようだ。女神も大喜び。僕のすべてを君にあげよう。最高だわ。雲の上が似合うんじゃない？天井知らずの美味さ。ぜひ食べてみてね。やばい。ただ、ただ、はい、はい、怪しかったよ一人。お前や。なんつったお前。え、なんて言った。雲の上が似合うんじゃない。何それ。何雲の上が似合うんじゃない。完全に俺と制約に引っ張られてるやん。ゼウスと女神に。ちょ一旦。順番変えようか。変えるか。変えましょう。ガラッと変えてみる。オッケー。なんか、うん、全員立って好きなとこ座ろうじゃん。順番変えしたいとこ。ああ、そうしましょう。そうしましょう。なるほどね。立って、うん。
ちょっと順番をガラッと変えてみて、うん、次から挑戦してみましょう。はい、それではアイドル風決め台詞リレー4週目スタート。ハーゲンダッツからヘブンリーキャラメルが新発売。休憩の時などやっぱりこいつがいなきゃ。これ人気になるよ。センちゃんが言うなら人気になる。リピート確定。俺の中のヒロイン。これは友達とシェアしたくなるね。ソースを使わないアイスで挑むハーゲンダッツさんの覚悟。ぜひ食べてみてね。欲しい。二口食べる。三口目食している。アイドル風決め台詞リレー7週目スタート。ハーゲンダッツからヘブンリーキャラメルが新発売。先祖に広めたい。告白したい。理性がなかったらスプーンは止まらないだろう。ラブ。子孫に受け継ぎたい。やめられない美味しさ。ぜひ食べてみてね。美味しさ。美味しい気はもう言ってる気すんねんな。確かに、ね、ビミも言ったやろ。ビミ言いました、うん、甘さとかも味覚系結構言ってますもんね。言ってる、うん、そうやんな。住み合ったな。誰が言うとんねん。なんか散々やってたのにな。6週目までノーミスよ。そうやな。アイドル風決め台詞リレー7週目スタート。先祖に広めたい。子孫に受け継ぎたい。頑張れ。圧倒的高級感。せーの、ぜひ食べてみてね。やったー。高級感いい表現。高級感とか言ってなかったんか。天才やん。あ、一応天才やらせてもらってます。すげえわ。ボーイズビーのリーダー頼もしいな。もう決めゼリフリーム8周目まで来ましたよ。おーちょっと、もうちょっとゴール見えてきましたね、はい、アイドル風決めゼリフリーで8周目スタート。ハーゲンダッツからヘブンリーキャラメルが新発売。瞳を閉じてみて。どう。脳がほらね。脳みそ見せられてる。こういうこと。こういうことこれは。エナック。なんで？エナック。インドネシア語で美味しいです。おお、すごい。誰もわからんかったそれは。今すぐ裸足で家を飛び出したい。ああ、そういう衝動に駆られるぐらいってことか。贅沢なひとときを。これが出る家に生まれたかったな。え？おい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 、ついさっき。あ、ほんまや。家を飛び出したい言ったっすやん。ほんまや。そういう感情に駆られんねんなとか言ってめっちゃ言ってたのに。それではアイドル風決め台詞で8週目用意スタート。ハーゲンダッツからヘブンリーキャラメルが新発売。
今すぐにでも家を飛び出したい。えなく何もかも投げ捨てて頑張れサバンナを駆け回りたい。サバンナを贅沢なひとときを。どんなに遠く離れていてもこれだけはそばにいてくれる。誰かのためじゃなく自分のために。ぜひ食べてみてね。りちゃん君盗みましたね。俺から言い出したけど何やばいやばいやん、あいつカツなんでそんな顔できんの。じゃあセンちゃん行ってみる。一番ちょっと行ってみます。わーいいね。いやセンちゃんナイスプレー多いから。おお期間限定なんてもったいない。手本やん。すごないすげえ。言ってないやん。オブリガード。やったぞ。イエーイ。来たよ、10周目。来たねー。来たよ。ついに来ちゃったか。終わっちゃう寂しさもありますが。寂しさがあるわ、もう。ラストズバッと決めましょう。アイドル風決め台詞リレー、ラスト10周目、スタート。ハーゲンダッツからヘブンリーキャラメルが新発売。天国のようだ。いいよ。友情の架け橋にどう？冷たーい。マジか。心地よいほろ苦さに酔いしれてみない。これから俺の推しです。まさしくこれがオンリーワン。ぜひ食べてみてね。いったんちゃうか。わらということで、アイドル風決め台詞リレー10周達成。やったー。センちゃんどうやった？いやもう本当に美味しかったっす。センちゃん何持ってるのそれ。何それ、いつの間に。これはハーゲンダッツさんからいただいた豪華商品です。すげー。椅子椅子何入ってんの。いろんな種類じゃん。やばい。ストロベリーやる。しかもまだ発売前の今回のやつも入れてもらってますよ。あ、そうなん。やったー。キャラメル入ってる。めっちゃ嬉しいんやけど。すげえ。ご覧になっている皆さんも明日からもぜひ手元に取って食べることができますので、うん、はい、ぜひチェックしてみてください。これな、佐野と小島だいぶ悔しいやろ な、ね、めっちゃ悔しいやろな。悔しんでるやろな。でも今日いただいたものはしっかりこの6人で分けます。はい、この6人だけは。この6人ね。それはもちろん、それはそうですよ。僕らの頑張りで得たもんです。佐野と小島何も頑張ってないです。いただきまーす。あげたつだい。ヘブンリーキャラメル。これは天国行っちまうぜ。めちゃめちゃ美味しいですよ。世の中の全部のことこれで救われますね。ほんまにこれ機械限定じゃなくなりますよ。これ人気すぎてね。これはやばい。